ジェシカ・マリー・アルバはアメリカ合衆国出身の女優、実業家。テレビシリーズ、ダークエンジェルで知名度を上げ、映画界に進出。セクシーな女優としても知られており、セックスシンボルとしてトップランクに支持された。カリフォルニア州ポーモナ出身。父親のマーク・アルバはメキシコ系アメリカ人。母親のキャサリン・アルバはデンマーク及び、フランス系カナダ人の血を引く。 一歳下の弟女子はも俳優。父親が軍人だったため、ミシシッピ州やテキサス州などで過ごし、ジェシカが9歳の時に、ロサンゼルスに落ち着く。幼少期のジェシカは脅迫性障害や肺炎、中水炎、扁桃炎を患っていた。そのため入退院の繰り返しだったことから、友達はあまりいなかったという。16歳で高校を卒業し、 ウィリアム・ H ・メイシメーシーフェリシティ・ハフマン夫妻が教える演劇学校に6週間在籍。5歳の頃から女優を志し、11歳の時に演技の勉強を始め、12歳の時にコンテストで約1500人の中から優勝する。その9ヶ月後にはエージェントがつくようになり、1994年に映画僕たちのサマーキャンプ、親の犬間に、でデビュー。 同作品では当初、脇役での出演予定だったが、主要キャストに配役されていた女優が降板したことから、ジェシカが主要キャストの一人を演じた。ニンテンドーと JC ペニーの CM に出演していた時期もあるが、1994年にニコロデオンチャンネルのテレビシリーズ、ザ・シークレット・ワールド・オブ・アレックス・マックでテレビに初出演する。翌年放送のテレビシリーズ。 フリッパーでオーストラリアに滞在した際にスキューバダイビングの資格を取得。テレビドラマのゲスト出演やインディペンデント、A、映画の出演を経て、1999年公開のドリューバリモア主演のラブコメ25年目のキスとホラーコメディーアイドルハンズで注目を集める。ジェームズ・キャメロンが制作総指揮を務めた2000年放送のテレビシリーズダークエンジェルで 1> 約1200人の中から主人公、マックス役に選ばれ、ブレイクする。2002年まで出演し、ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。ダークエンジェル打ち切り以降は映画を中心にしており、2003年公開のダンスレボリューションで映画初主演を果たす。2005年公開のスタンリー原作の SF アクション映画、ファンタスティック・4超能力ユニットや、 フランク・ミラー原作の新シ,シティのヒットにより映画俳優としての実績を築き始める。2006年には MTV ムービーアワードの2008年にはアカデミー科学技術賞の司会を務めた。2015年5月には歌手テーラー、スウィフトのミュージックビデオバット・ブラッドにドミノ役で出演している。セクシーな女優としても知られ、2007年の FHM 市では世界一セクシーな女性第一位に選ばれている。また、プレイボーイ市やマキシム市など、アメリカ合衆国内で観光されている多くの男性市で最もセクシーな女性の上位にランクされており、セックスシンボルとしても扱われている。大衆人気も高く、ティーンチョイスアワードや MTV ムービーアワードといった映画賞の常連である。しかし、 演技力を非難されることもあり、ゴールデンラズベリー賞の常連にもなっている。2006年3月発売のプレイボーイ誌では、セミヌードの写真が無断で掲載され、雑誌の回収と損害賠償を求めた。その後、同志の創始者、ヒュー・ヘフナーから謝罪の手紙を受け取り和解し、プレイボーイ誌はジェシカが支援している2種類のチャリティ団体に寄付をした。ジェシカ自身は、 セクシー女優と呼ばれることやラテン系という見られ方や映画での配役に不満を抱いており今後ナタリー・ポートマンが演じるような役柄には出会えないのではないか私なんかよりキューバ人の父親を持つキャメロン・ディアスの方がラテンよと発言している CSI 科学捜査班シーズン8第7の地獄でギャングの尋問後に女性検事補があいつは ジェシカ・アルバで突っ立って喋りそうにないわと発言している。経験がカトリック教徒であり、映画の中でのヌード及びセックスシーンを拒否している。2001年にジェシカの20歳の誕生日にダークエンジェルで共演したマイケル・ウェザリーと婚約したが、2003年に破局。破局理由については12歳という年の差が挙げられている。後のインタビューでなぜ婚約したかはわかりません。 私は少女で彼とは12歳差がありました。私は彼がもっと分別あると思っていました。私の両親はそれを喜んでいませんでした。両親は本当に信心深いのです。彼らは彼らが信ずるべきことのみがバイブルには書かれていると信じている人たちで私とは根本的に違います。と発言。その後、プロゴルファーのセルヒオ・ガルシアや メジャーリーガーのデレック・ジーター、俳優のマーク・ウォールバーグと交際。2004年からファンタスティック・フォー、超能力ユニットで知り合った、撮影日誌のキャッシュ・ウォーレンと交際。2008年5月19日にロサンゼルス市内で結婚。同年6月7日にロサンゼルス市内で長女を出産。OK。マガジンが150万ドルで写真を掲載した。2011年に、次女、 2017年末には長男を出産した。2008年アメリカ合衆国大統領選挙ではバラク・オバマ上院議員を支持しており、2008年2月にウィルアイアムのオバマ上院議員のキャンペーンソング We Are the Ones のミュージックビデオに参加している。また、若者に大統領選挙一般投票を呼びかけるデクレア・ユアセルフのキャンペーンポスターのモデルに起用された。 チャリティ活動に熱心であり、アリシア・キーズンが主催する、エイズ患者支援団体、キープ・エイ・チャイルド・アライブ・やガン患者支援団体、ステップアップ・ウィメンズ・ネットワークなど、複数の団体の活動に関わっている。2009年6月、動物愛護活動の一環として、オクラホマ州オクラホマ市市内においてサメ保護のポスターを、ユナイテッドウェイ社などのビルボードに掲載し、 公共物破損疑いの騒ぎとなった。後日、ジェシカ側は、オクラホマ市民とユナイテッドウェイ社と和解し、起訴されることはなくなった。ホーブスやニューヨークタイムズなどにも取り上げられている、エコ用事用品を企画、販売するザオネストカンパニーを2011年に創業し、2015年時点で、推定時価総額10億ドルの価値がある企業の経営者であり、実業家としても知られている。 ありがとうございます。